石井明夫君、はい。委員長。えー、日本維新の会石井明でございます。あ、日本維新の会希望の党石井明です。本日はあのー、森会長も遠いところからあ参考人としてご出席いただきましてありがとうございます。森会長とは二度目のご対面かと思うんですが、はい、まああのー、以前はあの多分あのー、副会長の立場でしっかりとしたあのー。 質疑応答に答にえられたのをまますまた、蛭田参考人も岡山県の被災にあった地区からですね、まあ、私も昨年、蛭田参考人もご存じのとおり、我が党の代表であります片山虎之助代表が岡山出身で、えー、法務大臣の山本、法務大臣も後輩だということなんですが、その中で、その流れであの被災にあった直後にですね、 えー、我が党で身を切る改革で今、2割、われわれ党の方に特別投票を収めていますが、そのうち一部をです、ねえー、岡山県の各地区に片山代表ともに義援金を持っていったのはついこの間のことでありますが、まだまだ復旧、復興の途中であるにもかかわらず、お忙しい中、来ていただきましてありがとうございます。い、まあ、あいろいろお お話がありまして今回の法案はです、ね、な、え、ん、ー、といっても、まあ、法案とすればいい内容の法案でありまして、ただ、いくらいい法案であってもです、ね、これを実行するのは、やっぱりあの全国商工会や連合会に加盟しております末端の企業さんがこれを利用できなければ、何の意味もないと。でそれはじゃあ何故に どこの機関が大切なのかというと当然ながら商工会地元の商工会の中身あるいは商工会議所等も含めてです、ね、先ほど森会長がおっしゃってましたけれどもやっぱり人手がもう足らないのはもう目に見えてましてあの組織の 諸国会の組織を言わせてもらいますと、まず局長がいましてで、その下に経営指導員、補助員、経営基調指導員、指導員、それから一般職員と、で中にはあの地元の行政からあ預かっている観光協会等の事務局などもやりながらですから、まあ、当然ながら人手が足らない、こんないい法案だってもお、経営指導員が一挙に5人、10人増えるわけじゃないし、 えまあそういったところをしっかりまず見直すところから入っていくためには、あ与党の副大臣経,営経験者であります松村さんや、あるいは宮本さんがしっかり予算措置をしてもらうことを私から要望を出して、質問に入ります。ま、えー、まず森参考人と昼田参考考人人とにお伺いいたします、まあ、政府が インセンチィブと考えている内容というのは、いわゆるもう、言わず物語ですが、信用保証枠の追加、あるいは定理融資、補助金の優先選択等でありますけれども、特にあの防災・減災設備投資への、まあ、今回20、20%の特別償却ということをうたっております。し、まあ、しかし 設備の導入が直接的な収益に結びつくわけではなくてですね、その導入コストが新たにまた厄介なものになると思います。そこでこの20%の特別承却という支援によって、どの程度、中小零細企業の BCP 策定が促進されていくのかどうか。 中小零細企業にとって本当に、えー、策定、向上の刺激策となるのかどうか、あまず森参考人、広田参考人にご両人にお伺いいたします森参考人、はい、お答えさせていただきます、えー。大変貴重なご質問いただきまして、ありがとうございます。我が商工会、全国商工会連合会といたしましては、えー、3顧問を要しております。 まず、松村先生、そして渡辺先生、宮本先生をおりますので、えー、非常に心強くご支援をいただいております。えー、今、ご質問ありましたように、20%の特別償却このことにつきましては、大変ありがたい制度であると思いますが、現在のところ、設備投資に関係する、まあ、そういったことの状況が非常に厳しい状況であると思います。ですから われわれ商工会といたしましても、会員に寄り添いながら指導をいたしておりますが、こういった制度をあるということをしっかりと説明をしながら、そしてまた、こういった時期であるからこそ、投資にも意欲を持てというようなことも指導をしながら進めておりますので、現在の時点では非常に厳しい状況下にはあると、そのようには思っております。しかし、制度としては非常に助かる制度であるというふうに感謝を申し上げたいと思います。 参考人はい、えー、周知して、それを利用して会社が成長するっていうシナリオがあるんだと思いますけれども、えーお、親会社がこういったものがありますよということも非常に価値があるものだと思っております。えーまあもちろん 商工、えー、会、商工会議所中央会といったです、ね、公的な機関の周知も、えー、重要なわけですが、えー、やっぱり広報誌に載せて終わってしまうみたいなことになりかねないと、ですから、そういった、えー、新しい取り組みを常に発信していくということは、やはり役職にある人たちのお役目だと思いますので、そういったことについては、えー 心してててやっっいくべきだと思っておりますそれとあのこれがどの程度利用されるかというところはやはり、えーまあ、もちろん個別企業者の話になっていくわけですけれども、えー、やはりこういった認定をやって企業が発展していきますよっていう事例を見,る見せるという。えー というところも非常に現実的な手段としてあるんだと思います。えー、そういったところでですね、えー、こういった認定を受けることによって、えー、次のステップに進みやすくなるっていうことは確実にありますので、えー、そういったところも期待できると思っております。はい、以上です。石井敬君、はい、院長。はい、ありがとうございます。あのー、まあいろいろそれぞれの立場がお立場があると思うんで、あのー、言いにくい面やあのー、 より強く言いたいけども、我慢している面も森田,あ森田さん、あの森さん公認等々から感じられるんですけども、あのまあ、今回の BCP の策定の促進、あるいは防災・減災対策を進めるためにはです、ね、あのまあ、今回の法律の内容だけでは、まだまだ物足りないと、私はそういう立場の一人なんですが、 いやもっとより強いです、ね、インセンティブの導入が必要なのではないかと思います、なぜかというと、例えば、商工会の会長が役員会開いて、各役員さんにこれを広めてくれと、まあ、商工会、毎年会員増強もやってるでしょうけれども、じゃあ、商工会ってどういうメリットあるんだということは、間違いなく言われてることだと思いますが、やっぱこの法律もやっぱりあの法案として中身を進めていく上では、 もう少しあの中身の内容を充実させてもらいたいと思っているものと私は思います。で、例えばあの20%の特別償却というのはこんなの、これではちょっと七万のりと思うんで、例えば即時償却や、あるいは税額控除など、そういったものが必要なんではないかなと思います。でないと 中小冷細企業のいわゆるー 70%, 70以上のところは、赤字のところが大半、赤字なところが多いわけでありまして、まあ、そういったところは、あ余分にあの人員を確保しているわけでもないし、そういった話が来ても、 どこから手をつけていいかわからないというのが実情だと思います。まあ、そのために商工会とか相談窓口があるわけですけども、もまあ、やっぱりあの一般企業では対策が非常に厳しい、特に建設会社などは特にそういった話が聞いております。まあ、ノウハウの不足、あるいは行政のさらなる支援を指摘する声も多く、上がっているのも実情であります。 まあそこで今後さらにですね中小零星企業の BCP 策定率の向上もうこれを上げないことにはどうしようもないんで現在の政府の考え方や政策に足りない点また具体的に、えー、どうどういったところの支援が必要なのかあご指摘をいただければと思いますまあ森参考人とヒ田参考人、ご両人にお伺いします森参考人はい BCP の関係でありますが、えー、まあ、えー 我々商工会にとりましては中小、それから特に小規模事業者が多いわけでありますが、事業を継続させるため、これが一番大事な部分であります、加えて災害が発生して、非常にまあ大変な思いをいたしておりますが、これをしっかりまた再建させるべく、我々としては指導をしていかなくてはならない、そういう強い思いを持って、今現在は進めておりますが、なかなか、え、ー その発生した直後、あるいは時間が経過するとともに、風化していく傾向もありますので、やっぱり我々が会員に寄り添った伴走型の支援もやっておりますが、そういったことを含めた中で、継続をしていただく、いろんな事業の、今回、この20%特別奨却を含めてそうでありますが、いろんな補助制度、そういった関係の継続的なものを していただかないと、われわれとしても、えー、BCP、事業を継続するためには、えー、なかなか厳しい状況にあると、まあ、そのように思っておりまする田参考人。はい。あの,本論の前にですね、えー、言い忘れたんですけど、あの片山虎之介先生、生誕の地、笠岡でございますので。<laughs> はい、あありりがとうございまますす <laughs> やっぱり、ね、あの そういったつながりがあることによってイメージが湧くということがございますのでそういった面ではです、ね、ぜひよろしくお伝えくださいというところでございますがあの先ほどのご質問なんですが、まあ、今回グループ補助金という制度がございまして新たにと言いますか初めてこういったものを利用されるという企業といいますか個人事業主の方もたくさんおられます。でやっっっぱりここういったことをきっかけに 国の制度を勉強して取り込んでいくという一つのきっかけになっていくのではないかと思っておりますし、まあ、我々あの地方会としてもです、ね、そういったことをやっていくべきだと思っておりますので、えー、そういう取り組みをしていきたいと思っております。はい石井明君委員長 ヒル参考人はの代表のお話出たんで、質問はなしにして、森あの森参考人にあの重点的に私もあのしたいと思うんですが、要はですね、初国会の実質的な中身を見ますと、どうしても例えば、今、国会でもペーパーレスかってなってますが、じゃあ、チラシがどんとすられてきたから、会長は、 各地区の役員に配ればいいっていいいとうももでな思いますねおそらくやっぱりあの経営指導員というのはあの巡回指導して初めて仕事が成り立つわけでそこで会員の受給のどういったものが必要なのか例えばお金が足らない丸系を半分返したからじゃあまたあの残しながらじゃなくて返してもう一回満額借りようとかいろんなケースバイケースで。 相談に乗ってるだから、商工会の役目というのは非常に大切だと思います、ですからこういったものを啓蒙するには、やっぱりあの森会長ねあの、きれいごとじゃなくて、3人も子もいるんだから、しっかり予算付けをしてもらうと、特に地方はそう,そういったものがないと、うん、単独で独立してやれてたってというのはなかなか、 商工会の会費だって上げられないし、会長のところが会費安いですよね、非常に。そういったところの会員さんのために政治はどうあるべきかというのは、やっぱり、えー、地方だから人口が少ないから予算減らすとかじゃなくて、やっぱり地方ほどしっかり予算をつけてもらって、し,しかも商工会のお人員の確保というのは、これは生命線ですからや、役員のデニットなどをなくしているところも多いわけですね。そうういったところもも含めてもう一度 森会長から本当に諸国会に対して国としてどうしてもらいたいのかをお伺いして私の質問終わりします,しします堀井参考人はい、お答えさせていただきます私も計らずも、えー、今月末をもちまして全国の会長を拝命して早一年になろうといたしております、えー、そのことで、えー、まずは全国を案件しながらそれぞれの意見をお聞きして、えー、まさに 私どもの強力な先生方3、三松,松村先生、渡辺先生、宮本先生、お持ちしておりますので、えー、しっかりとつないでいただいておるわけであります。まあ、今回、特に予算も本当にこう拡充をしていただきました、これをまたさらに引き続きお願いをしたいと、まあ、そのように思っているわけであります。私どももももも組織とととしししてて本当に先生生方のの力をこれからもお借りしないと商工会そしてまた職員も生活の種だと それぐらいの気持ちを持って進めておりますので、われわれの商工会、まさに地方はわれわれ商工会が担っておりますので、これからも引き続き、手厚いご指導、ご支援をお願いしたいと思っております<上>私も4人目の協力者として、しっかり協力しますので、ありがとうございました。岩渕